こんにちは、チョメです。6年目第31章の授業、青い花火やっていきます。3時間です。赤い花火は習ったよね。ベリーミリアスをね。私は今カラフルな気分なんだ、ということで今回は色鮮やかな呪文を勉強する。ベリーミリアスで赤い花火を出す方法はみんな覚えているよな。そろそろ赤ではなく青い花火の出し方を学んでもいい頃だろう。理論が分かっていると言ってもしっかり聞いておかないと後で大変な目に遭うかもしれないぞ。読み方花火で合ってるような。わー、ジボレタ、グリフィンドール生。上だけ日本語だけど下が英語だ。フリットイック先生。なんかもう授業は諦めた方がいいかもしれない。毎回こんな感じだもんな。左下、まあ、でもね、同じようなことしか言ってないでしょ。この実況を撮ってる意味がなくなってきちゃったけど、これ、まあ、気になる方はね、あの翻訳サイトで一個一個打ってからやってみてください。君たちがしっかり聞いていたか試させてもらうぞ。青い花火は人に向かって唱えるとダメージを与えられる。いや、ちょっと待って、左下読めなかったよ。デンジャーっていう英語あった？傷を回復させる呪文、少し痛いだけ、かなり危険。これ消去法で一番下にしよっか。なんか一番下だけ違うから。少し痛いだけか。回復じゃなかったわ。だからちょっと痛いからって感じですな。こんなわかんない。がっかりされても寝てるもん、ジェイキムなんて。美しい青い花火の出し方をお見せしよう。まあでもいい質問だったよね、今の。はい、まだ英語でございます。さあ、これね、日本語訳待つわけにはいかないんですよ。どん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 ストーリーとかも追加されてくるからね。集中とかそんな感じかな、今回。おお、よかった。はい、まあね、青い花火、火花見せますから。まあ、火花って言った方がいいかな。花火、青い火花を出すようにするんだぞ。他の色ではダメだぞ。花火ではないよな、あれ。間違って赤い火花を出したらどうしよう。恥ずかしくてみんなの顔を見れないかも。まあでも赤い花火出せるだけでもすごいよな。5箇所で青って文字に河川が引かれてる。お、気づいたけど左下日本語になってる。突然間違った色の火花を出すんじゃないかって不安になってきたよ。クイズだよ。火花の色は何色であるべきでしょうか。ここでは青になるのかな。この呪文について他にメモを書かれたのは、これ餌にしとこう。呪文の効果を頭の中に浮かべると成功しやすいかも。これも集中ですね。いや、やっぱ左下日本語で読めると楽しいな、授業も普通に。妖精の呪文学の授業、私一番受けたいからな。いろんな魔法が使えるようになるから。これは早口言葉のような呪文だ。明確に発音するように。ごめん、噛んじゃった。もうダメだ。また英語になっております。どんどんやっていきましょう。左上の女の子にも話しかけておいてあげよう。まあ、でもすぐエネルギーが溜まるのはいいよな。15。きちんと発音するにはかなりの集中力がいる。おお、びっくりした。右上の女の子はすごい顔だな。男かもしれないけど。JQ もまだ寝てる。ずっと寝てる。もったいないぞ、この授業を眠るなんて。さあ皆さん、青い火花を出してくれ。次は失敗は許されません。皆さんね、青い火花見たいと思うからね。ベリミリアスとどこが違うのかっていうのをね、比較してみるとね、面白いかもしれません。左下もタップしよう。あの、読める人もおるかもしれんから、英語。これは40にしとこう、さすがに。さあ、青い火花を見せてくれ。わあ、ベリミリアスと似てるけど、ちょっとなんか違うね。大きい感じだね。いや、綺麗だ。That's all for today.
はい、今ね、あのクイディッチの方もやってるからチケットももらえます。ダブルでこれもらえるからね、右上のこのびっくりマークで見れる。はい、ゲット。6年目第31章モリュやっていきます。安く総額の教室、フォービアプラス5エネルギー森。あのですね、また英語になってました。こんにちは皆さん、手袋とハサミを持ってきましたね。今日は驚くほど強い効果を持ちながらも気取らない小さな花を扱います。見た目は大したこともないかもしれませんが、モリュという植物です。覚えておく価値はありますよ。いきなりスプラウト先生が外国人になっちゃった左下はこちらも英語でございますね。まあ右のこのモリュっていう花は見れるのがいいよね。ちゃんとした、いつになったら日本語になってるんだろう。皆さん遅くやった方がいいかもしれない。これは餌にしておこうかな。こっちも英語になってる。森を消費することで何を中和することができる？毒、感情、呪文。中和ってことは毒じゃないかな。違った、呪文か。あの呪文を中和できるみたいです。僕はちょっと勉強になったね。左下が読めなかったからね。あー、スプラウト先生あ、さっきの質問のやつどんどん出てほしいな。モリュっていうのがどんなことに効果あるのかっていうのがね、もっと知りたいからね。ちょっとこのゲームが終わった後自分で検索して調べてみようかな。これは、うん、ハートにしとこうか。集中してください。綺麗な花だね、モリュ。ツタを切り揃える。あ、これは合わせるやつか。また、ツタがボーボーに伸びていました。なので、切り揃える必要があります。懐かしいな、このツタを切り揃えるやつも。あ、個人の空間を尊重しない植物もあるのね。植物はこうやって大人しくしているのが一番だよ。こんなに伸びるなんて、このツタは最終的にホグワーツ全体を飲み込むんじゃないかな。どうちょめ、これは餌にしとこうかな。よくできました。それでは手を上に伸ばして頭上にある最後の部分を切り揃えましょう。あ、これ上に上げるやつか。一番簡単なやつだ。ずっと見られてるなぜかチョメだけ見られるという。スタディーモリュレッツシーイフ。じゃあやっていこう。あ、これがモリュっていうお花みたいですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。なんかでも葬式とかに合いそうだよね。普通に白とあれだから。砂もタップしてみるか。多分水やりだろうな。これは15もらっとこうかな。はい、集中しましょう。なんかあまり水が必要ない感じにも見えるけどね。で、ほとんどこぼすという。これは未だに治ってないね。植物の世話をする。最後は肥料かな。はい、やっていきましょう。左下こんな感じですね。ペニーと一緒に仲良くね、水やりをやっております。これちょっとサムネでここ作りたいなペニーの方はタップしなくていいのか。まあ、サクサクできましたね。これ40にしとこう。はい、じゃあ肥料をあげましょう。はい、これでね、以上になります。フォービアプラス5エネルギー。今いろいろやってるのでこんな感じで2つもらいました。ゲット。
最後までご視聴ありがとうございました。実況者はちゃめでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。ストーリーやっていきます。次はね。